元 TBS アナウンサーの榎本勝興さんが死去榎本勝興さん元 TBS アナウンサー11月22日急性呼吸・急迫症候群のため死去92歳東京都出身葬儀は近親者で済ませた喪主は妻の恵子さん1963年のケネディアメリカ大統領暗殺時には速報を伝え 原稿がないまま45分間放送をついだという逸話を持っている TBS ラジオ番組全国縦断えのさんのおはようさんなどでパーソナリティを務めた榎の本克置さんは駒沢大学文学部 ABA 文学科を卒業後1952年に TBS 前身であるラジオ東京に入社1963年には でアナウンサーとして、えー、アメリカのケネディ大統領暗殺を速報で伝えたと1978年から10月からは TBS ラジオ全国ネットえ全国縦断エのさんのおはようさんのメインパーソナリティをなんと19年半も務め,められてえ早朝のラジオ番組の顔としても知られたんですね えー、約7000回を超える番組の中では随所でリスナーからのハガキを紹介してハガキ予備の名手としても知られました,ましたとまあなんといってもね1963年11月のねジョン・ F ・ケネディ暗殺の時にテレビの宇宙中継における第一報をアドリブで45分間もね担当してね、えー、話題になられたというね 方でね。別名ね。アドリブのエノさんともね。言われてるみたいですね。うんでも92歳ということでね。う,ん,うん。榎本ね。かつおきさんのご冥福をお祈りします。ということで、本日のニュースためになったって方は、チャンネル登録高評価をお願いいたします。では、次のニュースでお会いしましょう。では、さようなら。